こんばんは。前回の続きやっていきます。イベントやってたのがあるんですよね。タイタンズリーグ終わりました。決勝戦まで終わったみたいなんで、これ両方ともね22万以上なんですよ、戦力が。両方のチーム、ちょっとね試合見ましょうかね、どんな感じか、ね、すごいでしょ。両方とも22万、ね、オーバーですからね、すごい。しかもこの王冠のマークっていうのはスペシャルスキルっていうのは特別なスキル持ってるんですけども、両方ともねすごいですね。今日のゲームそれでは見ていきましょう。さあゲームが始まりました。パスでつないでいく。ああ、やっぱ違うね、曲がかっこいい。あとやスタジアムが違う。このタイタンズリーグっていうのはリーグ戦やってるんですけど、そのリーグ戦の一番上、ディビジョン1かなのチームが出場できるんですね。自分はね2だったかな。だから上がれば出場できると思うんですけど、ただ戦力が全然ね低いからすぐ負けるでしょうね。すごいね、やっぱり。サイドから抜いた。キレのあるドリブル。105ですよ、この。止めた。いや。すごい。お互いすごい。あのカードが光ってるやつはね、キラーカードっていうんですよ。その数値プラス3とか4ぐらいの、うわ、能力ありますね。ゴールキック。キーパー両方ともノイアーなんだ。これはファール。ここから繋いでいきたい。中央チャンス。すごいね。奪った。あっと。いや、もうあっという間に前半終わる。ここで前半終了のフィッシュ。ほぼ互角だね、これも。あー、なるほど。こっちは枠に行ってない。でも両方ともシュート1本だ。チーム同点のままこの後半を迎えます。画面の真ん中、今右時間が18とか減っていってるのは、この選手何人かで出すスキル奪ってですね。1人じゃなくてサイド試合だから、サイドの選手が何人か関係あるスキルです。やばい。おお。決められてしまいました。あれ、ゴール決めた時の音楽は一緒なんだ。これはレジェンドカードですね。なくなりましたよね。60歳。さあ、気持ちを切り替えていきたいところです。一旦下げます。マラブ。一旦後ろに戻します。パスで繋いでいく。キラじゃないけど、やっぱすごいよね。こっちもいるんだ。相手は103だけどね。相手っていうか、ちょっとね、画面の今左カードに出てるのは、画面下のチームですね。バルセロナのユニフォーム着てるチームかな。で、右に出てるのはこの、ちょっとブルーっぽいユニフォーム着てるチーム。うわ。おお、すごい。パスを出す。メンバーチェンジのようです。なんかすごいね。フリーキックです。お互いやっぱ止めるしっかり。奪って。きた。いや、めっちゃう。うわあ。相手のゴールキックになります。右に預けて。奪った。まるで鉄壁。シュート。いや。パスで今日のゲーム勝つことができませんでした。いい勝負。このチームがね優勝みたいですね。すごい、いい試合だった。おめでとう。
や、ここ行ったらすごいね、ここまで。この、だから最初のここから始まってるんですよ。こう、日付すぎてね。すごいね。あ、ランキングサーカス、ずっとやってます。やって、このコイン貯めて、交換できるんで、ちょっと交換しますかね。前回ぐらいの動画で説明したんですけど、このグローリーミキサーっていうのがあって、自分が持ってるいらない星3のカードを2枚生贄にしてガチャが1回できるんですよ。その時にこの500っていう、まあポイントかコインか、今17,340ありますけど、これを使うんですよね。ちょっとやろうかな、じゃあ。まずいらないのを2枚。これ自分のだと思いますね。今の違うよ。あ、ダメ。さっきもセットされてんだわ。これでいいかな。これで2枚生贄にしてガチャ1回いきます。緊張の瞬間、期待を込めて。いいの出たらいいけど、まあ、カードね、500枚までしか持てないんで、処分するのはいいかも。500枚と、あとなんか100枚ベッドね、あ、いらない。100枚ベッドね、またバインダーかなっていうのでね、全部で600枚ぐらい持てるんだけど、いらないな。じゃあもう1回ぐらいしようか。いらないの処分して、今ね、ガチャで出たのこれですね。このシアゴ・アルカンタラ、これでもね、これ星さんね、入れてないような気がするんだよね。デッキに出てたかな、行ったらいいんだけど、いらないよね。ほら機械になっちゃってるな、残念。ここはランクマッチですね。ランクマッチまたね、1からなってます。残り6日間で、この今ダイヤモンドっていうところにいるんですけど、ここをキープするためにはレベル4が必要です。レベル3だったらね、下のこの下がゴールドだったかな、ここに下がりますね。月の頭に補充されるんで、ちょっと今ないと思いますけど、この中に超ブースト保持するとか、あとゴールドの保持するとか補充されるんで、その時にこのコインね、必要なんですよね。それと超ブースト保持する交換するのに、このダイヤモンドっていうところにキープしてないと交換できないです。そのためにね、ずっとねここキープしてますね。試合しようかな。ミサンガ使うと数値が倍になります。こうやってね、ただちょっと難しいなと思ったらもうそのままで、まあ BP 全部でいいかな。ちょっと試合していきましょう。おー、強い強いな。スキルは同じ、あとは全部相手の方が上だね。ちょっと強いな、これは。この王冠のマークはスペシャルスキル持つ。あと、クライフ、ロナウジーニョ、フィーグ。これの3枚はレジェンドカードですね。レベル90まで持っていけるやつかな。自分体制のスタジアムから中継をお届けしてまいります。これ、相手のチャレンジ。これもクリアすると、この660入ってきます、ポイントが。さあ、ゲームが始まりました。ちょっと強いな。相手のユニフォームはブラジル。おっと、いきなり、カードいきなり出ちゃったよ。ブラジル代表のユニフォームかな。止めた。右に預けて、右サイドから。ちょっとこの100じゃちょっとなんかこう物足りな感じますね。さっきの決勝戦見た感じだと思う。こぼれた。105とかいるでしょ。はい。決められてしまいました。あ、これは101のメッシだけど、キラーカードだから103とか104ぐらい。普通のノーマルのカードの103、104ぐらいの、さあ気持ちを切り替えていきたいところです。数値が出てますね。前がちょっと弱くなったな。前だったらね、100でも打って、あ、嬉しかったんだけどね。奪った。パスを出す、パスで繋いでいく。いやいやいや、振り回されてます。合わせ、打って、やっ、これはファール。やばい、おお、取られちゃった。
いやーと決められてしまいました。レジェンドだね。スライフいくつなんだろう。90代でしたけどね、まあ、レジェンドカードだから。通常のカードはねレベル80までなんですよね、70スタートで。でもレジェンドカードのちゃんとしたやつはね80スタート、おお80スタートで90までに来ちゃいますね。1人いなくなったのはラッキーだけどね。ここから繋いでいきたい。前半1点でも返しておきたいわ。うわっ、なかなかでファール狙ってくんないかな。ここから打つ。いや取られた。キーパーがいい。あ、でもグレード93なんだ。でキラーでしょ。ということは実際は96とか7ぐらいだよね。チャンスはあるよまだ。あ、ここで前半終了のホイッスル。このゲームね、前半と後半で流れ変わるんで、それに期待しましょう。相手一人いないんで、ちょっとチャンスかも後半。キックオフです。中央に預ける。もう17万って言ったらね、もうほぼほぼ結構スタメンの選手も1万以上が揃ってるとは思うんですけどね。だから一人いなくなってもね、もしフルで育成だったら1万マイナスぐらい。1万1000とかぐらいになりますと17万あったんで、それでもこっちが負けてますね。それでちょっとやばいんじゃない。いいよ、 OK。 パスで繋いでいく。右に預けてパーテに送る。打ってほしいんだよね。右へはたいて、ちょっと点取らないことには。止めた。まるで鉄壁。上げて頼む。取られる。いや頼む。高さに強い。オッケー。わかんないよ。あと残り15分。今んとこいいよ。ここでメンバーチェンジがあります。あと1点差まで追いつきました。いいよ。ちょっと1人こっちの方が多いからね。ただフォーメーションがね、ちょっと、いや、ちょっとやばい。いやー、おぉ。危ない。あの、強い人たちのね、見たらね、やっぱり自分と同じように433なんだけど、433でもね、種類があるんですよ。ちょっと自分のとちょっと違う。シュート。うわ。なんかね、自分のはね、ボランチ1枚にトップ下2枚なんです、真ん中が。433の、3の真ん中の部分が。でも、強い人見るとちょっとね下に下がってるんですね、ボランチより。そのフォーメーションをね自分が持ってないかな。イベントで手に入れれるとは思うんですけどね。いやちょっとこれはいかん、時間来ちゃった。やっぱ強かったね。この負けを次のゲームの活力にしたいところです。今300と660プラスだから60でしょ。あの試合に負けたらマイナス900なんで、60×2 かな、120は入ってくるかな、ポイント。残念。試合に負けたんで、コインが3枚で、BP をね、2使ったんで、×2 で6枚。120かな。この300と660足して960で、試合負けたんで、マイナス900。で、60で BP2 使ったんで、×2 で120って感じですね。あー、どうしよう。これね、さっきのランキングサーカスなんだけど、このレジェンドフラグメントが、この、かけらみたいな感じかな。5枚貯めて、チケット1枚と交換なんだけど、確かね、3枚持ってるんですよ。これ2枚、あ、1回だけ ?1 枚だけか。じゃあダメだね。じゃあやめて、これにするかな。この5確定、1万5000。ちょっとそれでガチャやっていきましょう。まず、グローリーやりますかね。このスクラッチはね、ランクマッチの景品ですね。本当にスクラッチ。宝くじの削るようなやつ。だからこれちょっと飛ばします。アイテムが出るだけです。1、2、3ですね。白が1、黒が2、金色が3です。期待を込めて。素材欲しい。うわ、1か。残念。1とか2でも、持ってるやつだったら素材使えるんだけど、使ってないですね。次はもうグローリーかな。これ3確定です。この瞬間頼む。期待を込めて。どうだ。素材、いや、いらないかな。
この瞬間、運命のシュートが今出ないかな、ほんとどうだ。なんかキラとかね、出たらいいんだけど、キラになるときはね、あの今の演出のところでボールが光ってます。いらない、持ってない。よく出るこのカードも。この瞬間、運命のシュートが今どうだ。いらないかな、ドイツ代表使ってない、ね、こういうのはさっきのランキングサーカスかで、まあ、交換できますね。カード2枚記入して40いきますかね。超の瞬間、銀が4で金が5なんですけど、期待を込めて出ないね。さあ行ったぞ。OK、これ処分すると LB ってポイント500です。5万食べると、レベルの上限値を1上げることができます。緊張の瞬間、運命のシュートが今、さあ行ったぞ。じゃあどうするかな。合格でやった後にこのレジェンドが、あ、でこっちいるか、レジェンド。緊張の瞬間、これはね、レジェンドカードが出るかもっていうやつですね。4と5ですね、これね。はい、4。さあ行ったぞ。いらないですね。じゃあ最後に合格でいきますかね。これはもう確定です。緊張の瞬間、スタンドの旗が通常なんで、運命のシュートが92から97の間の星5が出ますね。はい、残念。処分するとこれは LB ってポイントが1万です。いらないかな。それからチャンピオンシップ始まってますね。ちょっとまだ時間が準備中なんでないんですけど、まあ、これはね、何回かこれも動画でアップしてます。まあ、予選があって、うまくいけばこの上ね、セミファイナルからファイナル目指せます。まあ、大体自分はね、このセミファイナルいけたとしてもいけなかったとしても大体ここですね、このセカンドで大体最後終わることが多い。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。